劉備が曹操の招きに応じ徐州を離れたとのこと。それを機としたのか、曹操の軍勢がこちらへ向けて動き出しました。劉備め、勝敗に置いてやった恩を忘れたか。進級、急ぎ戦支度をしろ。奴らをひねり潰す。呂布殿、劉備は徐州を、この地を知り尽くした男。それが曹操と組んだとなれば一筋縄ではいきません。我らも兵力を増すべく、ここは袁術と手を組むべきかと。袁術には貸しがあります。今こそそれを返してもらいましょう。あんな雑魚と手を組むだと。ふざけるな。劉備も曹操も俺がまとめて相手してやる。無論差し向かいならば勝てましょう。しかし今の戦力差ではまともに勝負できませぬぞ。私は呂布殿が最強の武を存分に震えるよう舞台を整えたいだけで。チェ、勝手にしろ。父上、曹操の先鋒がすでに徐州に入りつつあるとのこと。猶予はあまりありません。急ぎ袁術のもとへ向かい話をまとめねば。新旧、くだらん話し合いはお前がやれ。俺はただ曹操軍を蹴散らす。父上は相当苛立っている。国を持てば自らの望む戦ができる、そう思っていたのに、現実はその逆だ。私とて呂布殿を不快にさせたいわけではありません。すべては呂布殿の拠り所である徐州を守るためなのです。分かっている。お前を責めるつもりはない。ただ一日も早く父上がご自分の望まれる戦いができるといいのだが。早急に袁術殿との同盟を結びますぞ。いざ。徐州へ参り。呂布殿、くだらんことは全部お前がやれ。俺はただ敵を蹴散らすだけだ。曹操軍、やはり来たか。お前たちの相手、鬼神の娘が務めよう。曹操は我らの動きに気づいているはず。奴らの介入には気を配らねば。よからぬこと考えてんのは分かってんだぜ。ああ、おとなしくしてもらおうか。お手合わせ願います。いざ。Take おくのは得策ではない。私が防御に当たるとしよう。数でこっちが勝ってたのによ。そうですな。結ばせるわけにはいかない。そう人物が相手となろう。覚悟せよ。さすが呂布殿の武にかなう者などおりますまい。同盟が結ばれるなど悪夢だ。なぜ俺は止められない。演術と組むた呂布らしくねえな。あ、俺がここで止めちまうんだけどよ。父上、お見事でございます。最強の部を見せてさすがですな。俺の活躍の場残しといてくださいよ。参ったぜ。ここで負けるかよ。次はこうはいかねえからな。目障りなとこは潰しちまうか。お前らついてこい。呂布も演術も曹操様の邪魔をするだか。最強の三連装は打ち取ったぞ。さすがさすが、呂布殿の武にかなう者などおりますまい。これ以上武器にさせるわけにはいかない。やられちまっただ。曹操様、ごめんよ。やはり曹操軍が動きましたな。我らの邪魔はさせませぬぞ。呂布と演術が組めばどうなるか。今のうちに手を打って曹操軍は全て片付きましたぞ。これで演術も我らを迎え入れるかと。つまらん戦だった。さっさと樹春に向かうぞ。敵将討ち取ったぞ。父上、お見事でございます。敵の痛いところをついておくか。狙うはあの地だ。行くぞ。 痛いところをついておくか。狙うはあの地だ。行くぞ。 やれやれ、やっと樹種にたどり着きましたな。そう、炎術殿との会談に臨みましょうぞ。ふん、全部お前が済ませろ。 俺は何もせんぞ。敵の痛いところをついておくか。狙うはあの地だ。行くぞ。何？お前たちはわしと同盟を結びたいだと？この前は偉そうに仲裁したかと思えば、曹操が攻めてきた途端急にすり寄ってきよって、 日和見も甚だしいわ。そんな奴らとわしが手を組むと思うか？我らも炎術殿も曹操を倒したいという思いは同じ。ならばここは手を組み、互いに不要な消耗を避け、利を分かち合おうと思ったまでです。いかがでしょう？悪いお話では ないと思いますが。うん、理屈は通っておるな。よかろう、その話に乗ってやる。だがまた日和見で裏切るとも限らん。同盟の証として人質を差し出してもらおう。お前は確か呂布の娘だな。お前、わしの息子と婚姻を結べ。 そうすればわしも裏切られる心配がなくなる。依存はあるまいな。ふざけるな。なぜ霊気を嫁に出さねばならん。寝言をほざくなら今ここで消してやるぞ。お待ちください、父上。私が嫁げば同盟を結ぶのだな。いいだろう。だが それは曹操を倒した後だ。私たちもお前のことを心底信用しているわけではない。霊気、何を言っている？全ては曹操を倒すためです。それに今すぐどうこうという話ではありません。うん、よかろう。ならば曹操を倒した後に 我が元へ来るのだぞ。霊気、炎術との約束など後からどうとでもなりましょう。今は曹操と戦うにあたり憂いをなくすことが第一です。お前も陳宮も勝手な真似をしよって。二度とこんな真似はするな。 さっさと城へ戻るぞ。